はい、パート2やっていきます。前回スポーンを2個見つけたんですけど、それを2つつなげれるかなと思ったんですよ。つなげたトラップ作れないかなと思ったら、思ったより遠くてですね、多分作れないんですよね。で、まあこう掘っていってたら、なんか穴1個見つけたんで、ちょっと今日そこの冒険もしようかなと思います。ここ通って、ここ通って、ここ。ここがね、結構深そうなんで、ちょっと行ってみようかなと思います。ここ深くない？すごい深いよね。ちょっと。おー、怖ー。何今の音。結構ね、深いんだよね。おー。なんか広いだけで動画的なネタないかと思ったら来た。ダイヤ、ダイヤはほっとこう。ありがたいね。なんか面白いことはあるかなと思ったけど何もなかったねよし、じゃあやっていこう。まずハーフブロックを作って、ハーフブロックを作ってで、ボークと、そしたら塩田の枠でいいかな。これができる。お、実績も解除されたね。これと、あと何がいる？とりあえずこれでいっか。よいしょ。で、海辺。海辺に行こう、海辺。もう海辺だけど。ここいいな。この辺いいんじゃないかな。よし。じゃあここに。ちょっとサトウキビ邪魔だな。また今度やろう。こういう風に置いていいんかな。どういう風に置けばいいんだろう。とりあえずこうやって置いてみようか。なんかかっこ悪いねで、ここに水を入れたらいいんかな。よいしょ。で、なんかこれでほっといたら塩ができるみたい。塩、なんか声裏返ったけどこれでほっといたら塩ができるみたいなんで、ちょっとほっといてみようか。ちょっと何個か作ってみよう。よいしょ。で、これも、あ、なんかいい感じ。できたな。あ、水くらんだよ。これいいか。あと水入れるね。よし、いいんじゃない？このぐらいの広さ。うん。ちょっとこれで待ってみようか。夜になるね。寝てみよう。なんか昼しか多分できないんで。寝よう。よし、朝だ。お、もうなんか白くなっとるね。おお。もう白い。これを右クリックでいいかな。よっ、できた。天日塩っていうんかな。できた、できた。で、さらにこれをガラスでほいって取ったら、にがり、にがりができるんだよね。すごい、にがり。あ、ここってまた水入れんといけんのかな。でも今これ水入れたらまたこれ一からなんかな。どうなんだろうね。バケツと大豆。お、できた。豆乳。豆乳できた。あ、投げちゃった。豆乳ができた。これで、穴を開けて、どうしよう。とりあえずここに開けてみようか。なんか汚れるかな。豆乳を入れて、ここににがりを投入。投入だけにね。あ、できた。お豆腐の完成です。絹ごし豆腐できたよ。さらにこれを4つこうやってやると、木綿豆腐ブロックだって。木綿豆腐。どん。これをばらすと、あ、木綿豆腐になった。じゃあ絹ごしはできてすぐが絹ごしなんだね。木綿豆腐。へえ。
こんな感じで豆腐を作っていけばいいんだね。オッケー、分かってきた。じゃあ大豆畑とかいっぱい作らんといけんね。よいしょ。ほい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 。さあ、じゃあ豆腐を作るとこもいっぱい作んなきゃいけないね。よし、じゃあまずもちょっと豆腐いっぱい作ってみよう、試しに。えい。おお、結構広がるね。普通の水と同じぐらい広がるんだ。あ、めちゃくちゃ広がるじゃん。じゃあこんなに豆乳を用意する必要なかったってやつ。あ、でも必要っぽいな。減るもんね。水源をちゃんと作ってやんなきゃダメなんだね。よっ。お、豆腐できる、たくさん。お、うん？なにこれ、豆腐メンタル。なんか心当たりがありすぎて困る。よっ。お、わあすごい、踏むだけで取れるんだね。わあすげえ。ちょっとまだいろいろできそうだね。よし、じゃあとりあえず豆腐を作る場所、大豆畑、この辺もちょっと作っていこう。よし、じゃあ今回は絹ごし豆腐作ってみました。いやー、ちょっと無限になんか広がりそう。よいしょ。木綿豆腐ブロックとかかっこいいよね。なんかこれで家とか建てれるもんね。よいしょ。すごい。え、じゃあこれで階段とかできるやつ？できないよね。すごいね。ちょっと大豆畑とかちょっと作ってみたいと思います。豆腐もね、こうやって料理にも使えるらしいんで、どんどんやっていきたいと思います。今回は。豆腐の作成でした。ありがとうございました。